ちは。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。阪神の梅野選手と坂本選手、はい、まあ、梅野選手が岡田監督いわくいわゆるまあ第一捕手というところで、はい、行くというふうに言ってましたが、ここに来て坂本選手が非常にいい成績を出してます。まあね、まあね、まあ、今手元にありますけど、まあまあそうだな、はい、じゃあでここからどっちを起用していくんだろう岡田監督はというところです。今日は梅ちゃんが調子が上がってこないからな。そうなんです。ただやっぱり総合的な能力を見るとやっぱ梅ちゃんなんだよね。あ、で坂本は今年バッティングも状態いいし、はい、まあ、いいんだけど、はい、でも能力的にはやっぱ梅ちゃんの方が総合的にはよ、はい、リードはどっちかわからないけども総合的に言えばやっぱ梅ちゃんの方が能力が高い。まあ、身体的な強さとかさ、はい、いろんなことも含めて、はい、やっぱ梅ちゃんだなっていうふうには思うけど、うん、でもまあバッティングの方でねこれだけ状態が上がってこないとやっぱりちょっとこういう動画になっちゃうよね。そうなんです、考えちゃうもんね。そうなんですよ。5月の1日時点にはなるんですけれども梅野選手の打率が1割5厘、うん、でここまで19試合で、ヒット6本、うん、で出塁率も、1割7分5厘で打率得点圏での打率も0割6分3厘、うん、一方で坂本選手、うん、こちら打率3割9分1厘、うん、9試合で、ヒット9本、はい、出塁率が4割4分4厘得点圏打率が5割とちょっとやっぱり対照的な数字にどうしてもなっちゃってる。いやもう全然違うよね、はい、そらね、はい、そういうことだってあるよ。だって梅ちゃん19試合出てるの。坂本はやっぱ9試合でしょ。10試合少ないわけ、はい、この残りの10試合がどういう数字を叩き出してくるかね、はい、これは分からないけども、はい、でもキャッチャーってやっぱ勝たさなきゃいけないんだよ。勝たさなきゃいけないですよね、うん、坂本は、はい、ね、7戦やって7勝なんだよ。だから負けないんだよ。そうで坂本選手これスタメン時の先発投手の戦績が50イニングと3分の2でわずか1失点驚異の数字。さらに坂本選手がマスクをかぶっている間は、まあ、先月なんですけど4月22日の中日戦から4試合連続でその投手は完封勝利、さらに36イニング連続無失点、そして、まあ、7戦全勝というところ。まあそうだね、こう数字が癖できちゃうんですよ、まあ、運があるよな、はい、でも、うん、俺はどっちを使うって言われると、はい、やっぱ梅ちゃんを使いながら、うん、やっぱりこう坂本にも今まで組んでた村上とかね、村上昌樹投手、はい、はい、そういう選手はやっぱ坂本にリードしてもらうとか、うん、まあ、そういうふうに使っていけばいいのかなっていうふうに思うよね。だからまあレギュラーっていうのは梅ちゃんにしといても、うん、あの肝心なところは坂本に任すというか、まあ、肝心なところって言ったら変だけど、まあ、例えば村上とかね、はい、あの人によっては坂本に任すっていうことの方がやっぱいいと思う。だ例えば試合の前半、まあ、7回とか6回までは梅野選手で行って、例えば後半3イニング例えば坂本選手で使うぞとかそういう使い方もして、例えば流れを変えるとかそういう時に、まあ、流れを変えるのは負けてる時だよね、うん、だから勝ってる時は流れを変えてくないから、うんうん、はい、いや梅ちゃん変える必要はないよね、うん、だからなんていうのかな、まあ、チームが劣勢に立ってる時、うん、まあ、ちょっと坂本を使う、まあ、頭からだよ、うん、だからイニングの途中からじゃなくて、試合の途中からじゃなくて、うん、やっぱ明日は坂本で行ってみようかっていうことでいいんじゃないのかなっていうふうには思うけどね。例えば試合、例えば144試合って何割何割ぐらい、うん、7割3割でいいんじゃない。ああ7、3、うん、だからそういうのがやっぱり理想なんだよ、うん、キャッチャーコロ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 変えるっていうのはね、いいとは思うけど悪くはないと思うけども、やっぱりレギュラー捕手、うん、やっぱしっかり誰とでも組めるようなキャッチャーをやっぱ持っとく方が強いよね、うん、やっぱりなんて言うんだろう、やっぱ中村がいて中村がしっかりしてるから内山とか古賀がいるね、はい、でソフトバンクでも海外いるみたいな、うん、ね、やっぱこう強いチームにはやっぱりいい捕手がいるよ。そうですね、だからそのいい捕手がどっちなのかっていうような段階ではダメだよね。ああそうか、うん、例えばプラスだんだんこう世代交代ではないですけど、
そういう岡田監督とかになるとそういうことを考えたりとかもするんですか、スライドしていくようにとか。いや、やっぱり年を取っていけばね。でも運営者はまだまだ使えるでしょ。まあまあそうですね、まあ、坂本ももちろん使えるし、だからこの2枚がいて、うん、怪我の時に3枚目が誰かっていうことだよね。あ、そこを考えておけばいいだけで、うん、まあ、とりあえず梅ちゃんがもうちょっと打ってくれないとそうですね、あの使いにくいということだよね。になってしまいますよ。だからいろいろ言われるよ、坂本があれだけ言うんだろ、坂本使えよ、使えよ、そう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 、どうさせんしろみたいな、はい、使えよ岡田みたいな言われる、言われますよね、漫画はあみたいな言ったらお母さんが言うと思う。岡田監督はどんな風にそこら辺捉えてると思います。いや、梅ちゃんでやっぱ基本は行くのがベストだと思ってるはずなんだよね、うん、まあ、盗塁阻止率も別に悪いわけではないし、はい、まあ、今年は見てないけどね、まだ、うん、まあ、毎年梅野のその梅ちゃんのその阻止率がそんなに極端に悪いわけで、まあ、率とすれば2割5分前後は打てるバッターだしさ、はい、バントやらしたら抜群にうまいしさ、体強いしさ、うん、こんなにレギュラー向きのタイプはいないわけよ。だからといって坂本が弱いとか、そうんじゃなくてね、あのじゃあ坂本が1年間やったら2割5分前後の打率を残せるバッティングを持ってるかというと、うん、ちょっとまだ疑わしいし、はい、で盗塁阻止率梅ちゃんと坂本、うん、そんなに変わらないと思うよね、うん、で体は梅ちゃんとどっちが強いかって言ったら梅ちゃんの方が多分強いと思う、うん、怪我にも強いですね、はい、だから梅ちゃんがやっぱこうレギュラーであることは俺は間違いではないと、それをやっぱこう支えていくのが坂本だというふうに、あ、勝手ながら思ってるけどね、うん、ただやっぱりこう坂本がマスクかぶってさ、はい、こういう数字勝てるとさ、はい、勝って負けないって言うんだから、そうなんですよ。いや、そうだったら坂本使えよって、これはやっぱね、切り札をね安易に使いすぎる傾向結果になるから、あ、だからこの切り札っていうのはここって言った時に切らないと効果ないんで、だから切り札として持っとけばいいじゃない、もう坂本選手はそう思うけどね、俺はね、まあ、去年矢野監督の時が坂本選手が結構使われていて、梅野選手が若干っていう構造にはなってたんで、ね、構図にはなってたんですけれども、でもそれだと梅ちゃんが腐っていくから、うんうんうん、でも腐らせることはないし、はい、だから坂本もあの使っていけばいいし、別に使うなとは言ってないしね、うん、あの継続して使っていってもいいし、うん、ピッチャーによってね、そうですね、だからまあ双方で支え合いながら、うん、ただ梅ちゃんの方が若干試合数は増えていくだろうなっていう予想の中さ、うん、はい、でも梅ちゃんがやっぱバッティングがね、そうですね、ちょっと上がってくれないとさ、うん、まあ、どちらかというとバッティングこっちを期待されてるからさ、うん、はい、だからそこに期待に応えないとね、うん、だって坂本の方がやっぱりリードっていう面では一枚上手かもわからない、ね、まあ、この数字を見ると、ね、見るとっていうことですよね、うん、そうですよね。これその打線が調子がいいとかボン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 、いや、クリーンアップが打ってくれる、つなげるっていう時は梅野選手が打率がちょっと低くてもそこは別にあ、いいんじゃない、いいってことですよね、うん、ただその打線がなかなか得点取れないとか湿ってくるとやっぱり坂本選手で空気入れ替えようかとか、まあ、そうだね、そうなってくる、梅ちゃん当たってないしなみたいになっちゃうから、うん、まあ、梅野も梅ちゃんも試合をね出たいと思ってると思うし、うん、ずっと出たいと思ってるっていうね、うん、ことを思うとやっぱバッティングをね少し上げていかないとね、うん、そうですね、うん、だからみんなさ、サトテルはどうしたどうのこうのとか、はい、いろいろ、いや、バッティングがこうなってるああなってるっていう、うん、あのそういう話になるんだけどさ、はい、梅ちゃん頑張れみたいな、そうです、梅ちゃんのバッティングなんか見てないからね、梅ちゃんって思いますよね、梅ちゃんどこがどうなってこんな調子が悪いのかって、そうなんですね、まあ、焦りもあるんだけどね、多分ね、そっかそっか、そういうところでも、ね、そうそうそう、敏感ですもんね。そうそうそう、あと坂本選手、あの村上頌樹投手とあの一緒にコンビ組んでるんですけど、これはあの年間通してそうなっていきそうですか。まあ、2人のリズムを崩す必要はないよね、うん、ただどっかで梅ちゃんと組むかもわからんけどね、あ、なんかやかあるかもしれない、やっぱり村上もどんなキャッチャーでも投げられるような人になっとかなきゃいけないし、はい、やっぱ
ね、リードは違ってもやっぱそういうところも経験はしとかなきゃいけないのかなっていうふうには思うけどね、うん、だからまあいい時はいい流れの時は別に坂本変える必要はないけど、はい、一たびちょっと流れが悪くなったなって思った時に梅ちゃんで行っても面白いよね。そうですね、リフレッシュというか、まあ、そうだね、うん、だから雰囲気は変わるだろうしね、はい、うん、マウンドにいる雰囲気、うん、まあ、セットした時の雰囲気も梅ちゃんと坂本ではやっぱまたちょっと違った雰囲気も感じるだろうし、うん、だからまあそれはその流れが悪くなった時にそうすればいいんじゃないの。そうですね、まあ、梅野選手がね、あの打率が上がってくるといいなっていう梅ちゃん、ね、そこですね。梅ちゃんもうちょっと勝負強いぞ本当はな。得点圏打率もっと高いはずですからね。本当だよ、これだとあの063になってしまってるので。本当だよ、はい、16-1、はい、16-1なんですよ。3打点、はい、8三振2四球か、はい、うん、もっともっとねバッティングは打てるはずだから、うん、まあまあ頑張ってね梅ちゃんね、うん、まあ坂本もどっしり構えていい選手だけどな、はい、まあ、なんか梅ちゃんを応援してるようでさ坂本には申し訳ないけど、ね、坂本は坂本で7試合、ね、全勝という、 そう、それはものすごく評価してるしね、だお互いに切磋琢磨しながら行ってほしいですね、はい、はい。